ね。おはようございます。おはようございます。はい、いつもはこの城に防潮部が30センチぐらい。これが見さしますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。体験どうでしたか？楽しかった。おじさんはあの根っこ切って脱ぐしと、おばちゃんは生で丸くて箱詰めする。夜の11時までやってます。でもネギ食べてから元気ですよ。あ、ね、みんなも食べるよね、ネギね。ネギ美味しいから選べてね。ネギ食べればあのビタミンがいっぱい取れてね、あの風邪もひきませんので。食べてください。はい、じゃあ立ってください。みんなでお礼を言いたいと思いますよ。はい、じゃあ家を行きましょう。はい、今日はありがとうございました。ありがとう。みんなに2本ずつと2回1個ずつ。はい。どうだったですか、皆さん。いや、私はね、あの補助セミの思いもなく芸人やりまして本当にだから僕は弟子小学生連れてって やらせるわけ綺麗だから、うん、で補助セミやったらね、この運転が公園だったんだよとみんなに知らせてみてやりたいなと思って。うん、特に岸屋さんのちょっと努力というか、あの、ね、まあ、お手間とかというところがありますね。あ、なるほど。ちょっと心配したんですよ。いや、我々はね、あの、しちゃったらまっすぐできるかなって心配があったんですよ。石でね、下の方が上がってるのかな、実は全然回ってないんですよ。本当に。うん。ある程度の周りはこっちの技術で結構回って農家のね、作業を実際に体験してもらっていいですよね。じゃあ、そうだった。はい、あれですか、ね、大成功と言っていいですかね。はい、大成功。一つ一つ実現する福島。